皆さんこんにちは。スクエアニックスのプロデューサーをしております斉藤です。この度はですね、スクエアニックスとディアステージさんが組んでのですね、初の声優オーディション、声優になりたい女の子募集オーディションのですね、審査員を務めることになりました。私はですね、今年は、ニーヤオートマタから始まり、ドラゴンクエスト11、ドラゴンクエスト10と、さまざまなゲームを出してきたんですけれども、ぜひですね、今回この、オーディションで、次世代のですね、素晴らしい声優になっていただける女の子を審査したいと思っておりますので、あまりですね、遠慮せずに、私できるかなとかっていうことを考える前にですね、ぜひですね、応募していただきたいなというふうに思っております。応募しないとですね、なりたくてもなれないと思いますので、まずはあまり心配せずにご応募いただいて、チャレンジしてみるのもいいんじゃないかなと思っております。それではですね、たくさんのご応募お待ちしております。ではでは。